よう、かおりちゃん、やってんな。文化部の地道な日常よ。また一緒にさ、バチッとしたやつ撮りたいね。ね。石山、まあ、よそにはバチッと出てて、なんでうちだけ写真なしなんだ。あ、お前取材費いくら出てると思ってんだ、バカ。文化部でちょいとデブったんじゃないか、お嬢さん。おかげさまで。やめちめ。お前さんのコラム評判いいみたいだな。例のものまだ来ないのか。はい。何？クリスマスプレゼント？ああ、そのとこだ。何もう教えてくださいよ。さあ、1時間切ったぞ。慌てず急いで、皆さんよろしく。思えばそのクリスマスプレゼントは今年のいやーに暑かった夏、あの町から始まった。その夏、北海道に連続強盗犯が逃げ込んだ。そしてその夏、私はスクープを取ることだけに夢中だった。ちっくっしょ。あ、その男を追って私がたどり着いた町は、10年ほど前に少しばかり話題になった町だった。町おこしとして始まったテーマパークの完成に町中が沸き、町のみんなが豊かで幸せな未来を夢見ていた。しかしそれは大きな勘違いだった。その夏、町はまるでこの少女とこの少年の心のように冷え切っていた。そう、あの男がやってくるまでは
よう楽ちゃん、また学校サボりか。ダメだよ。まあ今日は見逃してやっからよ、早く財布を出せ。もうお金なんかないよ。嘘つくなよ、お前持ってんだろ。お、いいね。しけた町だと思ってりゃカツアゲするやつされるやつ、青春だな。ナジさん、なんだこいつ。なんだよてめえ。お前らやり方が手ぬるいわ。やめ、あ、おう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 、ほら、まあ、隠したって無駄だもん。ボタンだろ、ほら逃げ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 。おわなあ、お前らでいいからよ、ちょっとだけお金貸しくんだから。なめんじゃねえぞ、あんたボコボコにされたいのか。さて、ここで問題です。ボコボコにされるのはどっちでしょう。1、財布を落としておまけにガス欠の僕。2、そんな僕のお願いを聞いてくれない君たち。やめて。さあ、どっちかな。死んだ方がマシだった。おい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 、こんなスピードじゃ後より遅いぞ。こいつ学校に何の用なんだ。知るかよ。そんなこと言わずガタガタ急げっつんだ。そんでなくても俺は遅刻してんだからよ。遅刻？学校って嫌や。うるせえ教頭とかいいんだろ。そりゃ言いますけど。おお。オールドミスのうるさいババアですよ。そんなことして何になるの？よく考えなさい。で、うるせえな、そんだけか。あとは教頭の腰巾着、畠山。そんなことして何になるんだ。物理の犬塚は勘違い野郎だし。どうしたんだい。僕が相談に乗ってあげるよ。音楽の石原は無関心。なんで死ぬのよ。そういえばあいつ、この前体育の工藤に振られたらしいぜ。早まるな、早まるじゃない。校長はいるだけって感じだしな。とりあえず落ち着いて。バカ、どこも変わんねえな。おい、かわいい子とかいねえのか。アイドルになれるよね。俺は昔アイドルを育てたことあんだぜ、ガハハ。そりゃいなくはないですけど。カツラギさん。カツラギ。スタート。おい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 、またか。早くしろ。人一人の命がかかってるんだ。おい。そういえばよ、お前も死ぬ気だったんだよな。え？よし、じゃあよ、先越さらにうちやっとくか。みんな、落ち着いて、とりあえずね。死んでどうするの。先生、どうして人は生きなきゃいけないんです。大人になってもろくなことなさそうだけど。いや、生きててよかったな。ほら、ほら、生きててよかったな。物は相談だけどよ、先にこいつを飛ばしてやってくんねえかな。何なんですか、あなたは。ねえ、ババア、忙しいの。ババア、まさか。こういうのはよ、お前、男が先手本を示さねえとよ。スパッと行け。あ、どうした、声か。お前よーく考えろよ。このままお前生きててもよ、ずっとあいつらにいじめられたまんまだ。お前そんなの耐えられねえだろ。とで、とバカバカしい。え、おい、どうするよ。
で死ぬところだっただろう。痛い、もう。大丈夫ですか、鬼塚先生。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 よろしく。生徒に自殺を勧める教師なんて聞いたことがありません。その通り。とにかく今後このような行動は慎んでください。慎んでください。はーい。何です？先生、こんなに人の良さそうな女の人泣かしたら罰当たりますよ。貴様。まあ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 、鬼塚先生には2年 C 組の担任をお願いします。さっきの葛城綾乃がいるクラスなんですが。頑張ってくださいね。ええ、マドンナ先生ってどこですか？どこの学校にもいるでしょ。若くて綺麗でちょっと気持ちよ。鬼塚先生、よろしくお願いします。任せてください。絶対に切れたものだ。血も涙もないって感じだったよな。ちょっとゴリラにでも育てられたんだよ。うちの校長もろくなやつ呼ばれや。余計なことしてくんなきゃいいけど。桂木、とにかくさ、おとなしくしててくれよな。よーし、中央だ。みんな、次つけ。お、これは何もやってねえ。バカ。俺はよ、保健室行ってくからよ。自習だ。遊んでていいからよ。やっぱりまた始まったよ。気に入らねえな。保健の先生いますか？あれ、保健室には美人でグラマーな先生がいるって昔から決まってんだけどな。ちょっとしょんべん臭いけどこいつで我慢しよう。に、え、お前よ、トマトジュース落ちにくいんだぞ。ほら、他に友達いねえのか。みんな慌てさせて面白がってんだろな。先生だけね、私の気持ち分かってくれるの。ああ、すぎないか。誰か誰か助けて。誰か、どうした。先生、ごめんごめん。大丈夫か。待ってろ。誰だ。
ラクア、さっきは悪かったな。でもよ、お前、アイノはお前教師にとって致命傷なんだよ。わかるか？知ってんだろ？お前、俺が財布落としたって。ね。北海道ってやっぱジンギスカンですよ。うまいわ。まあ先生、どんどんやってください。いやー、ほんと北海道の人って大らかでいいな、うん、なんか他人とは思えねえわ。あらやだ先生、私もね、さっきから先生のこと他人と思えなくって。そうですか。いや、うちにもね、先生みたいに男っぽい人が一人でもいてくれたらね。でも意外とラック思い切ったことするんですよ。だったらラックにだって友達の一人ぐらいできたっていいと思うんですけどね。そんなこと先生にもなくてもいいだろう。まったく誰に言っちゃったか。もううちのお父ちゃんだって人に物はっきり言えないの。そんなこと先生に言わなくたっていいだろう。ラク、勉強なら俺が見てやる。あ、お前悩みがあんだったら何でも相談乗るからな。ラク、先生がうちにいるってのはこれ便利だね。そうですよ、ね、ずっとここいちゃおうかな。いちゃってくださいよ。そうですか。いちゃいちゃいちゃ、お父ちゃん、お父ちゃん、お父ちゃん。カツラギは本気だったのかな。なあ、どう思う？どうしたらいいのか教えてよ、パトリシア。ずいぶん無口な友達だな。おまけに巨乳好きか。どっから持ってきたんだよ。借りんぞ。もう勝手にしろよ。センキュンキュン。なんてやつだよ。あいつあれでも教師なんだ。おーい、これも借りんぞ。勝手にしてって。いいやつだ。最低だなあいつ。おい、これ見ていいか。もう勝手にして。おー、そっかそっか。勝手に読んだよ。お前、趣味だったのか。好きになるのは勝手だろ。ああ、やめとけやめとけ。俺のよ、豊富な経験から痩せるとよ、あの手の女はな、暗い過去がある。借金まみれに両親は離婚し、今でも取り立て屋が来るみたいなよ。あのさ、桂木って理事長の娘だよ。あ、そうなの。理事長でっかいデパートのオーナーだしさ、酪農工場も持ってるし、カナダ村始めたのもそうだし。おお、そりゃすげえな。だから僕なんかじゃ無理なんだよ。思ってるだけでいいんだ。バカかお前、そんなんでいいわけねえだろ。もやしはダメだな。なんとかすっか、パトリシア。街だな。湿気た街だな。大丈夫ですって。星は滅びない方面に逃走したっていう警察の情報なんです。え？そんなに私が信用できないんですか？
だから今度こそ絶対の絶対です。はいはい、分かりました。たくもう、あの石頭、スクープ取って絶対ギャフンって言わせてやる。行こう。はいはい、よし、レッツラゴー。俺に任せろ。もういいよ、そんな簡単に見つかるわけないでしょ。それを見つけるんでしょ。相手はね、警察の手を焼いてるほどの凶悪犯よ。これ以上のスクープはないわ。パトリシアと約束したんだ。パトリシアには僕から言っとくからさ。今度手ぶらで帰ったらマジでヤバいと思うよ。大丈夫よ、私にはねこれがあるの。だから俺に任せとけっつうんだ。来たのはそっちでしょ。あ？何？あ？何を？これ俺んだ。え？いや、俺の財布拾ってくれました。何ですか？それあなたの。そうです。ついてる。僕もついてます。石山ちゃん、あの、はい、いや、どうぞ。あなたのことをもっと知りたいんだけど。生きててよかった。ねえ、ダメ？いや、ダメって問題じゃないですよ。もうどんどん知ってください。これ、間違いなく本当にあなたのよね。そうです、はい、お前いい人に拾ってもらったな、本当に。ねえねえねえ、遅れるから行くよ。うるせえだろお前、早く。俺これから授業なんですよ。え、あ、そこの学校にいますんで、あの、まだ来てください。あ、石山ちゃん取って早く。あー、おはよう。おはよう。おらく、誰だあいつ。誰だあいつは。葛城のおやっさんだよ。バカな臨時教師を。バカな臨時長か。東京から来ました鬼塚英吉、26歳独身、生涯一教師です。綾乃お嬢様のことはこのまま私にお任せください。お、綾乃、お前にそら大事な話があるんだ。おい、ちょっと待って。ちょっと待ってよ理事長。ご苦労様です。ご苦労様です。あいつも同じだな。なんだあの調子のいい男は。はあ、あの聖林学園の桜井理事長に一番優秀な教師をとお願いしましたもので、まあ見かけはあんなですが。中身もあんなじゃないですか。いや、おそらく彼も、理事長を前にして緊張のあまり。そのあなたにお任せしたのが間違いだったかな。まあ綾乃を早く行かせることにしてよかったよ。お嬢様の留学先お決めになったんですね。週末にはロンドンへ立たせることにした。週末？それはまたお早い。頼むよお前、減るもんじゃねえんだしよ。な、一回でいいからよ。
ねえやめてよ。ああ、じゃあただとは言わない。これでどうだ。やめてったら。少ねえか。これでどうだ。もうやめてよ。せ。これ以上は無理だな。あ。私に援助交際みたいなことしろって言ってるの？みたいじゃなくて援助交際だ。バカバカしい。何？先生。え？これで諦めるように言って。え？いいのこんなに。あら、このままちって。何喜んでんだよ。分かるお前。こういうのも大事なんだよ。先生。自習にしてください。あんたの授業を受けても無駄だと思いますので。じゃなきゃこっちへ勝手に出ていきますね。自習の方がマシよね。じゃあそういうことで。こいつはお前こそ引き止めなくて。俺の授業に出たくねえやつだな。出なくていいんだ。それが俺のポリシーだ。じゃあ俺たちも。ちょっと待った。それじゃよ、振られたばっかの楽ちゃんがかわいそうだろな。分かったから。なんだお前ら、ついてるの。俺だっけ。どうだった？うん、確かに東京から臨時教師は来てるみたい。じゃあやっぱ教師なんじゃないの？いやでもね、この学校に来たのは昨日だっていうの。え？なんか匂うのよね。うん。あの男、たまたま来た新任教師とすり替わったのよ。あ、そうよ、逃亡先で教師になりすましてほとぼりを冷ます。の考えそうなことだわ。そんなじゃあ本物の教師は当分やつから目が離せないわよ。なんか怖い。あ、石川くん、残り。お前なんか最近ムカつくんだ。ちょっと来いよ。お前鬼塚とずいぶん仲いいみたいじゃん。あんなやつ味方につけて何するつもり？あれはいじめだね。え、うん、あ、あ、あ、ほら、絶対あれは何か企んでる感じよ。ただ生徒と喋ってるだけじゃないの？おいの、銀行でも好きよ。行こう。石山ちゃん。はい。あ、ほらどうした？割り合いねえんだよ。おい、少しはかかってこいよ。お、試合開始か。お前らや、どうせやんだったら派手にやるよな。どうする気だよ。どっちが勝つか賭けすんだ。面白いだろ。ほう。ああ、中尊寺赤塚、市川赤塚、ボクシング天元から。これかける気になんねえ。結果見えてんだよ。バカ野郎、勝負はな、蓋を開けてみないと分かんねえっつうだろ。なあ、やの。どうだ、お前もかけんのれ。金持ちが一人入れたけど違うな。うん、よし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 、お前お前、はい、やっぱ金持ちかけなさい。ちょっと何楽しんでんだよ。え、ん、先生なら普通止めるだろ。バカやろお前、綾乃にいいとこ見せるチャンスだろ。お前そんなの考えろ。お前見せられるわけないよ。まあとりあえずやるだけやってこい。そんな、俺は中尊寺に1万円かけてくるからな。え、
最低だ。何やってんだ。さあ。え、喧嘩か。あ、あいつ何考えてんの。さあ、ちょっとなんか始まる。スナック頑張って行ってこい。面白くないじゃない。お前バカ。あく、お子さんか。黙ってろ。大丈夫？ぶりだったぞ、ラク。よし、行くぞ。なんだよ、俺が勝って悪いのかよ。お前よかったぞ。おめえら調子に乗ってんじゃねえぞ。いつもは中尊寺の言うことばっかり聞いてるくせに、ちょっと楽がいいとこ見せりゃ今度はそっちか。今さら脱ずらしてんじゃねえ。おめえらの友達ってそんなもんなのか。そんなんで心が変わるもんなのか。そんなのな、友達でもなんでもねえ。よし、行くぞ。今日はよ、お前パトリシャと会っていいからな。腹減ったな、帰ろうかよ。そんなもんよ。ああ、
友達なんてその程度のものでしょ。だろ、お前ちょっと待って、パンツ脱がせるかって、楽、離せ、離せ。ああいう女はな、やめたのがいい。行くぞ。ちょっと待って。なんかまたお前かよ。あんた何者？一教師です。うん。しなく行くぞ。俺喧嘩しちゃったよ。じゃ足痛くて。ちょっと待って。やっぱ教師なんじゃないの？あ、そうだ、お前よ、ああいう女はやめた方がいいぜ。血も涙もね、分かるか。仕方ないじゃん、好きなんだから。バカロン、そんな分かってるっつってんだよ。諦められたら苦労なんかしないよ。じゃあ俺が男にしたら男にしてやろう。北海道といえばジャガイモですね。うまいわ。あ、今日ラック君すごかったんですよ。好きな女のために力出しちゃって。綾乃も幸せな女だな。綾乃ってあんたまさか葛城さんとこの。え、なんだ、知ってたのか。そりゃちょうどいいや。ラック、お前バカなこと考えんなよ。そんなこと葛城さんに知れたらうちの牛乳下ろせなくなるでしょ。あの人に睨まれたらこの町じゃ生きていけなくなるんだよ。分かってるよ、そんなこと。まあ一杯行け。辛いだろうけど飲んで忘れろ。お前にはパトリシアがいるじゃないか。よし、ケーキ漬けに一杯やれ。先生、お父さんもどうですか。え、僕飲めない、飲めないんですけど。あ、牛乳がまだ入って。いや、どこだ。あ、そうか。強盗犯が高校教師になりすました。そうなんです。そんなことあるわけないだろ。実際にこの目で。時代は遊びじゃない。お前さんの推理に付き合ってる暇ないんだ。部長、なんでうちだけ写真がないんだ。取材費いくらかかってると思ってんだ。でもこれはまだどこも手をつけてないネタなんです。それはその必要がないからだ。あやふやな情報で会社の車までボコボコにされてかなわんよ。もう少しやつを追わせてください。必ず確証を掴んでスクープにしてみせます。北島、辞令だ。辞令？明日から文化部連続12回のコラム、それがお前さんの仕事だ。左遷ですか。異動だ。文句ならやめちまえ。石山。はい。引っ越し手伝ってやれ。はい。若林。はい。北島の後お前やれ。はい。慌てず急いで、皆さんよろしく。カオルちゃん、ここは辛抱してさね。ストップ。よう、じいさん元気か。お、元気みたいだ。レッツゴー。その頃、本当の強盗犯はまだこの町に潜んでいた。そしてこの町も新たな展開を迎えようとしていた。パークを取り壊す。旧校舎もですか。どちらももうその役目を終えた。あれだけの土地を遊ばせておくのももったいないだろう。明日の全校集会で生徒たちに話そうと思う。この町の未来についてね。なんだよお前らよ。鬼塚に言われたこと気にしてんのかよ。
そんなんじゃねえかだよ。じゃあ何だ。お、またボイコットか。当たり前だろ。お前なんか教師だって認めてねえんだよ。今日は一人か。こいつらとは違うんだよね。おー、じゃあ頑張れ。なあ、キヒコ、もう意地張んなって。戻りづらいのは分かるけどさ。別に授業に出るぐらいいいんじゃねえの。市川も気にしてないみたいだしよ。別に誰が悪いってわけでもないじゃん。お前が出ていく必要ないよ。美しい友情だ。くだらない、くだらない友情ごっこなんてやめれば。私が出ていく、みんなそうしてほしいんでしょ。なんであの時は止めねえんだ。止めねえんだ。ラック。おじいちゃん。あのね。私ここ出ることにしたの。お父さんもまたなんか始めるみたいだし、もうここにはいれない。今週末にはロンドンなんだ。だからもうここにも来れないの。おじいちゃん、元気でね。葛城、出ていくって。その方がみんないいのよ。お嬢さん、明日気球に乗ってもらえませんか。最後にもう一度だけ。いや、北海道ってやっぱトウモロコシですよ。うまい。本当、惚れ惚れするような食べっぷりね。いや、お母さんの美貌の方が惚れ惚れしますよ。もうやだ。あ、ビール飲むでしょ。あ、すみませんな。ラック、ご飯ご飯。ラックくん。どうした。あ、わかった。お前告白して振られたとかよ。まあでもな、俺がそのうちお前なんとかしてるからよ。お前それがさ、お前さ、そのさ、歯に物の詰まったような言い方、あ、なんかがあんがよ。葛城、うん、ロンドンに行っちゃうんだって。え？週末にはこの街出るって。週末ともあと3日じゃんかよ。だからもう無理なんだよ。バカかお前よ。いや、大丈夫だな。3日もすれば出るようになるな。お前便秘機械よしんじゃ野菜食わねえとよ。ほら、トウモロコシ食えな。まあ、俺んちじゃねえけどよ。あ、キュウリどうだ。あ、ビールまだですか。お父さんもどう。あ、お待ち遠さま。お母さん、ビール遅いよ。お父さんどう。ほら、はいね、ありがとうよ。お父ちゃん、ちゃんとあの、酔っ払わないよ。まだ買うんだよね。あ、ねえ、手洗った。お醤油ね。はい、来て。葛城、ロンドンに行っちゃうんだってさ。どうしたらいいんだよ、パトリシア。やっぱりあのことが答えてんのかな。だがおめえは他に喋らないといねえのかよ。まあ俺に言わせればよ、お前も綾乃も似た者同士だな。
木にはいたんだ。葛城にはさ、去年まで親友がいたんだ。あいつにか。今よりずっと明るかった。そうか。でもその子転校しちゃったんだ。両親がパークで働いてたから仕事なくなっちゃって、ちょうどあの旧校舎から移転する日にね。あれから人が変わっちゃったみたいで。昔の話には全く興味ないからな。5時間目も葛城あと2日で出ていっちゃうんだよ。何とかしてくれんじゃないの。おい、バッサッサッだよ。いい女だ。どうも。ちょっといい？どうぞ、何でも。今日は単刀直入に言うわ。あなたのこと取材したい。取材？俺は取材だったよ、お前。はい。新聞社。そうよ。いやー、北海道で俺って人気あるんだな。うん。どこか二人きりでお話伺えないかしら。わかりました。そういうことなら何でも相談乗ります。そういうわけだから。行こう。ねえ、学校はどうすんの？お前よ。そんなの後回しだ。何考えてんだよ。よく見ておきなさい。お前が戻ってくる頃にはここも大きく変わってるぞ。今度の事業は確実に利益を上げる。バブルの残骸などみんなすぐに忘れるだろう。葛城さん、お世話になっております。ああ、市川さん、どうかね、牧場の方は。おかげさまで。どこ行くんだ、綾野。最後にここを見ておきたいの。そうか。学校には遅れるなよ。それじゃまた。一教師として何でもお話しします。もういいのよ。ここなら誰も聞いてる人はいないわ。警察になんか行ったりしない。約束する。何？私どうしてもスクープが欲しいの。あなたの独占式が欲しい。お礼も弾むわ。何バカなこと言ってんだよ。まだ知らばっくれる気？あ？あの財布はね、あなたが強盗して逃げていった現場に落ちていたのよ。へえ。どう？もう認めるしかないでしょ。認めましん。お願い、本当のこと話して。じゃないと私現場の仕事できなくなる。ああ、だからもう違うっつってんだろ。してな、地方版の小さなコラムしか書けなくなるの。鬼塚。だからスクープのためだったら何だってする。聞かせて、あなたの秘密。なんならあれ使ってみる。これですか？そう、これ。お前よ、そんな安い女になんなよ。あんたのやりたかった仕事ってその程度のもんか。地方版のちっちゃなコラムで上等じゃんかよ。
俺の秘密教えてやるよ。そのな、愛のな、2回目を使う相手はな、あ、え、おお、な、何よ、キー、キー、なになになに、ちょっと待ちなさい。小さいとこいた、ちょうどいた、変な女にな追っかけられてんだ、しかも受けてな、おじさんどこ行くんだ。とにかく俺はな、強盗犯でも何でもねえからよ、そんなんじゃ逃げられないわよ。バーイ。あいったよな、いい女に迫られるとよ、やってなくてもやったっていう気になっちゃうよな。アリ、何でお前がいいんだよ。こっちが聞きたい。そうですか。なんであいつがいるんだ。皆さん、この町に連続強盗犯が逃げ込んだ可能性があると先ほど道警本部の方より連絡がありました。警察の怠慢だな。全力を持って、そらまあその通りです。はい、登下校の際には十分に注意し。ヤッフー、こりゃ高えな。おい見ろや、あの、どうした、高いとこ苦手か。別に。ああ、そういえばよ、お前よ、ロンドンに行くんだってな。いいねえ、お嬢様は。綾乃、みんな来てるだろう。え、なんで綾乃ちゃんだけ乗れるの。ここが嫌になったらロンドンか。おい、ロンドンが嫌になったら次どこ行くんだ。うるさいわね。こんな街にいたって楽しいことなんて何にもないの。何やってんのよ。何やってんだ。今日は皆さんにこの街の未来について少しお話ししたいと思います。時代が大きく変わろうとしている今、この街も。へー、楽しいことか。楽しいことね。お、何すんのよ。うっそ、もういたな。やると思った。そこで私は諸君が以前通っていた旧校舎の跡地を利用して、そこに産業廃棄物の処理工場を建設することにいたしました。産業、何それ。産廃、この事業は再びこの町を活性化させるだけではなく。あいつ何考えてんのよ。おう、どうだよな、この方がはるかに楽しいだろ。どこ行ったってな、ロープに繋がれたまんまじゃつまんねえしな。要はな、自分でロープを切るかどうかだ。そんなことしたって怪我するだけよ。かー、可愛くねえガキ。ねえ、ちょっと落ちてない。それに落ちてるよ、この気球。え、あ、近い将来、自分の未来をも。この町から全北海道に向かって。もう逃げてくれ。矢野、鬼塚さん。鬼塚永吉、新任のご挨拶をさせていただきます。何してんだ鬼塚。早野ちゃん、早野ちゃん、鬼塚
先生。ありがとう。鬼塚先生、何てことしてくれたんです。そうですよ、全校集会がめちゃくちゃですよ。ああ、どいた。おい、みんな元気か。空の上は楽しかったぜ。どんな処分が下っても文句は言えんぞ。おいで。あの、分かったでしょ、ロープを切ればこうなるのよ。これ以上私に構わないで。あの、また逃げんのか。お前本当はダチが欲しいんだろ。おい、どうなんだよ、あの。やめなさい。もういい。そのことはもういいんだよ、鬼塚君。すげえな。あなたって一体何者？おお、だから俺は一教師だっつ。生徒に喧嘩させて、その上賭けまでして、気球のロープ切って落っこちて、やることなすことめちゃくちゃ。そんな教師見たことないわ。お前よ、ギャー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 うるせえんだよ。俺はよ、好きなようにやっからよ。あんたはスクープでも取って頑張んなよ。まあそういうことだからよな。必ずあんたの正体暴いてやるからね。久しぶりなんだからよ。しかしお前が教師だな。ちょいと前まで族と一緒に走ってたのによ。懐かしいよな。のんきなこと言ってる場合かよ。俺はな、お前のせいで散々疑われてんだからな。悪い悪い。どうすんだ、僕が逃げる当たんのか。俺よ、もう捕まっちまってもいいと思ってんだよ。あ？たださ、こんなしけた町のしけた田舎の警察に捕まると思うとよ、情けなくてな。お前な。ああ。なんかこう、日本中が注目するようなパーッとした捕まり方ねえかな。ない。ないの？ところで、あれ何？え？ああ、恋する青年。牛にか。ああ。どうしたらいいんだよ、パトリシア。
仕事は慌てず急いで。よろしく。届いていますね。はい。それで新たにこの町の人間を洗ってみたんですが、一人気になる男がいまして。お、どんな男ですか？それが一応教師なんですが。教師？学校はお前にぴったりのところだ。友達なんかすぐできる。父さんの言うこと聞いては間違いない。父さん。ん？行ってくる。ダメ、今度勝手なことしたらクビだぞ。でもさ、カオルちゃんの勘当たってたかもな。何が？知り合いの刑事に聞いたんだけどさ、例の強盗犯元暴走族らしいんだ。そんなの珍しいことじゃないじゃん。それがさ、あの臨時教師も元暴走族だって。ま、取材の方は俺に任せとけよな。道警も動き出したって聞いてさ、やっとあのピカちゃんもその気になったみたいだしな。あ、今度勝手なことしたらクビだぞ。バカ神経。もう。移動するか。え、移動。あ、これちゃんと、もっと早く、早く。ちゃんと見るの写真は。すまない、こっちから来た。飛ばすぞ。ご苦労様。はい、あずで急いで皆さんよろしく。ちゃんと謝罪してもらえますね？謝罪がなければ叱るべき処分をすると理事長はおっしゃってます。はい、お願いしますよ。鬼塚先生、理事長はお嬢さんを見送ってすぐに戻られますから。え、急に出発の予定を早められましてね。最後までわがままな子ですよ。綾野が。鬼塚先生、鬼塚先生、先生、どこ行ったんでしょう。さあ、
やっぱ首かな、鬼塚。どうだろう。死後はカンニングとみなしますよ。桂木の親父、かなりキレてたぜ。死後はカンニングとみなしますよ。あれじゃ首だな、あれや。死後はカンニングとみなしますよ。死後はカンニングとみなしますよ。ラク、綾乃行っちまったぞ。え、鬼塚先生、今は試験中ですよ。このままでいいのか。試験中だって言ってるでしょ。うるさいっつってんだ。ラク、これどこ行くんだ。え、試験中だぞ。待ちなさい、いつかは。ほら待ちなさい。話してください。大事な用事があるんです。試験より大事な用って何です。そんなものがあるか。カツラギに、カツラギに謝りたいんです。綾乃に謝りたい。1年前のこと。1年前、何があったのか。沢口さんがご家庭の都合で本日をもって転校することになりました。今日でこの町を出ていくことになりましたが、みんなといて楽しかったです。どうもありがとう。綾乃、うちが出ていくのはあなたのお父さんのせいよ。あんたたちさえいなければこんなことにはならなかったはず。本当は誰もあんたのこと友達なんて思ってないのよ。あの日のこと、あの場所で謝りたいんです。葛城を一人にさせちゃったのは僕たちだから。その必要はない。綾乃はもう旅立った。余計なことはしなくていい。それにいつ君たちに友達になってくれと頼んだ。何でも人任せで自分では何にもしない。まるで眠ってるみたいじゃないか。そんな奴らは綾乃にとって何の価値もない、ただのクズだな。
とにかく今試験中でしょ。早く教室に戻りなさい。わからんやつだな。退学になっても知らんぞ。わかんねえのあんただ。理事長さん。飯塚先生。理事長に謝罪しに来たんじゃないのか。俺の生徒になクズなんていねえんだ。もしここにクズがいるとすればな、それはあんただ。貴様。うわあ！お前らにとって綾乃は何だったんだよ。ただの理事長の娘か。お前らのだつってそんなもんか。親や世間で変わるもんなのかよ。そんなんでな、変わっちまうのはな、本物の友達じゃねえ。そんなんで黙っちまうのはな、本当の友達じゃねえんだ。お楽行くぞ。もう行ったって無駄ですよ。列車は出たんですから。ラク、俺に任せろっつったろ。お前あそこで待ってろ。うん。理事長。あ、理事長。病院ってどうするの？ちょっと。なんじゃすか。とりあえず起こし。はい。頭。また逃げられちゃうぞ。逃げんのは早いだろ。もう構わないでって言ったでしょ。素直に言え、出し押しって。何してんの。どかないって言ったっての。緊急連絡、逃げした方がいい。いや、乗客が誘拐されました。ちょっと、今度は何をする気。誘拐だ。どうでもいいだろ、そんなことは。どうでもいいって。このまま行かせる方がな、よっぽど犯罪なんだよ。もう学校から飛び出していった。はい。匂うな。何か。その臨時教師は本当に鬼塚先生本人なんですね。ええー、それはまあ。それが本人だとちゃんと証明できますね。証明。そういえば写真も履歴書もまだ。まあ確かにあの男が聖林学園の教師とは。ということはあいつは偽物ですか。たった今列車から乗客が1名連れ去られたそうです。市内全域に緊急配備だ。その男を逃がすな。はっ。何なのよ。なんでそんなに私に構うの。ったく。
くん、もうあいつは一体何を考えてんのよ。もうご苦労様です。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 たった今検問を引きました。あとはお任せください。必ず確保してください。例の連続強盗犯もやつかもしれない。お前がな、どこ行こうとよ、俺にはまあ関係ねえけどよ。じゃあほっといてよ。このままじゃな、どこ行ったって友達なんかできねえぞ。タオちゃん、なんでそんなやつにこだわんの。決まってんじゃないの、スクープよ、スクープを取るため。でもさ、さっきのあれ何、本当の犯罪者になっちゃうわよって。え、もう犯人だなんて思ってないんだろ。やっぱり犯罪者だったんですよ、あの男は。理事長にお知らせしなくては。鬼塚先生が葛城彩の何かの間違いです。分かったようなこと言わないでよ。この町にいたっていいことなんて何もないんだから。ずっとチヤホヤされるだけ。見せかけの湯じゃなくてもうたくさん。甘えてんじゃねえよ。あ、お前に立ちがいねえのはな、この町のせいでも親父さんのせいでも何でもねえんだ。お前自身のせいだろ。全然分かってない。分かってます。いくら私が普通にしてても周りはみんな特別な目でしか見てないのよ。みんなといても一人の時より寂しかった。ああ、ちっちゃい。昨日や今日の話じゃないのよ。この10年、初めてあの気球乗った時からずっとよ。あ、じゃあ、じゃあ校舎からやるべ。待って。ここはまだ壊さないで。何言ってたバカタレが、こっちは仕事なんだよ。お願いします。だから凍結の野郎、邪魔すんじゃねえ。どこの子だお前は。お前付き合いでやってんだよ。そんな目で見たってダメなんだ。帰れ帰れ。凍結、凍結バカタレが。あれからずっと一人だったのよ。それを今さら友達だなんて信じないと思う。だからお前が勝手にみんなとの壁作ってんだろ。Thank you.
分で飛び越えてみろよ。その壁は。綾乃、お前を待ってるやつだっていいんだぜ。ほら、1年前のこと、みんな君に謝りたいんだ。綾乃、テストサボっちゃったよ。そういうことだよ、退学覚悟でな。綾乃、どうすんだ。始めんぞ。次は始めんだよ。ほら、待っとって待っとって担任なら鬼塚英吉だ。これから先は私が指揮を取る。え？よーし、今日のホームルームはな、楽から綾乃に渡したいもんがあるみたいなんだけどよ。楽、ビシッと決めろ。どうした？落としちゃった。え？落としてどこに？多分この表。
ああ、すぐしろ。あら、楽、ちょっと行ってくんな。やばいって。うせえ、任せろ。その代わり一言で決めとけよ。生徒が30人ほど。なんという不祥事だ。恥さらしが。許せ。はい。犯人は教師だってさ。その教師が強盗犯なんだってさ。要求を痛め。うぅ、なんだ。おい、ラク、あったぞ。もう告白はすんだか。あやのにな、自分の気持ちを伝えるのはな、今しかねえんだ。おめえが言われんだったらな、俺がこの手紙読むぞ。なあ、鬼塚。なんだ、何をふざけてるんだ。おい、早くあの男を捕まえろ。おい、読むぞ。中にはもう生徒だけです。オッケー、よーし、確保しろ。はい、待って。この人は強盗犯でも誘拐犯でもないの。この人は本物の教師よ。森塚告白は申すんだが。いいから逮捕しろ。君が好きだ。どこへも行くなよ。もう一人になんてしないから。
行かないでくれるよね。ラク、グレートだぞ。あの、お前こいつに何を言われたんだ。こんなことをする奴がお前たちの教師だって言うのか。わからない。でも一つだけ言えるのは、そいつは私の新しい友達。お父さん、こんなにたくさん友達がいるならもうロンドンに行く必要ないよね。綾野、いやこれで一件落着ですね。明日前、君にはまだ強盗犯の容疑が残ってる。強盗犯ならここいるよ。なんだ？俺俺、こいつは偽物だ。俺が本当の強盗犯。何なら船山、全部喋ろうか。ああ、誠治。あいつを確保しろ。はい。本日か。派手なことを用意してくれてありがとうよ。バカ。校長、はい。この時計台修理しないとな。はい、すぐに。喜んで。まさかこんなことを期待してあの男を呼んだんですか。いえ、とんでもありません。先生、2時間目は何にする。また賭けでもやるか。プロレスは勘弁だな。あんなバックドロップ見せられちゃな。おめえら調子乗ってんじゃねえぞ。よし、行った。派手な事件の終わりにはさ、犯人長島君だったよね。西山ちゃん、私にとっては一面トップよ。え、これ貸して。何に使うの。うーん、ってなんだよ。なんだよ。鬼塚先生。ああ。こうして彼は三週間の任期を終え、この町を去っていった。よ、まだお前スクープ追っかけてんのか。ううん、コラムに書きたいことたくさんできたから、一記者としてね。おおおおお、まあ頑張れ。あ、そうだ、これ。お、お前俺と使いたくなったのか。可愛いって決まってんでしょ。
ね。だな。じゃあ。穴開けといたわよ。マジ？行こう、石山ちゃん。穴開いてるぞそして私はこの町で起きた出来事を小さなコラムに書き綴った。それはこの小さな町に起きた小さな奇跡だった。その教師鬼塚栄吉は今どこで奇跡を起こしているのだろうか。クリスマスプレゼントだわ。ま、カオルちゃんのコラムのおかげだけどね。よし。それから北島、綺麗だ。社会部復帰。文句あんなのやめちまえ。お前さんはあっち。石山、引っ越し手伝ってやれ。はい。休みいなくなったぞ。ああ、嫌な女が戻ってきたな。はい、どうぞ。キャップ。さあ、30分切ったぞ。石山。はい。あんた写真撮ってこい、写真を。はい、慌てず急いで、皆さんよろしく。時間ないぞ、時間。石山。はい。どうするか、移動。嫌だ。鬼塚栄吉、一教師として何でもお話します。お前よ、そんな奴なんて何だ。おい、みんな行くか。俺の生徒にがクズなんてねえんだ。石田、やーやー、うるせえんだ。生きててよかった。あんたのやりたかった仕事ってその程度のもんか。俺の秘密教えてる。好きなやつだったらよ。お前本当はダチが欲しいんだろ。僕にとって頑張んない。俺の先拾ってくれました。一教師、その名。お前は愛の悪い。あー、愛の悪い。
冷めた目で笑いかけてる。魂を犯されたやつ、涙を流す痛みはあるのかい。言いたいことも言えないこんな世の中じゃ、ポイズン。俺は俺を騙すことなく生きてゆく。Oh, oh. まっすぐ向き合う今に誇りを持つために、戦うことも必要なのさ。階段に座り込んだ終わらない夢の話を、夜が明けるまで語り続けてた。さりげなく季節は変わり、無意識に視線を落とし、流されることに慣れていくのか。小さな夢も見れないこんな世の中じゃ、ポイズン。自分らしさずっといつでも好きでいたい。Oh, oh. 自由に生きてく日々を大切にしたいから、行きたい道を今歩き出す。汚い嘘や言葉で操られたくない、ポイズン。素直な気持ちから目をそらしたくない。言いたいことも言えないこんな世の中じゃ、ポイズン。俺は俺を騙すことなく生きてゆく。小さな夢も見れないこんな世の中じゃ、ポイズン。自分らしさずっといつでも好きでいたい。 Oh, oh. 自由に生きてく日々も大切にしたいから、行きたい道を今歩き、浅いことも言えないこんな世の中じゃ、ポイズン。俺は俺を騙すことなく生きてゆく。Oh, oh. まっすぐ向き合う今に誇りを持つために、戦うことも必要なのさ。戦うことも必要なのさ。ふざけんじゃねえぞ。おめえらグレートだぞ。